動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画もし面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。前回動画で上野からこの上越市の高田までのおよそ8時間半に及ぶ移動の様子ご覧いただきました。いろいろと珍道中もあって楽しんでいただけたかなと思います。楽しんでいただけるといいな。ここがこの旅行企画の最初の目的地です。それはここになります。高田駅駅から観光マップ、ここに高田城あるんですけれども、この高田城の三重櫓というのがあるんですが、実はこの高田城址公園、桜の名所としても有名なんですね。そしてちょうどここへの道すがら、もう満開の桜を僕はたくさん沿線で見てきました。関東の桜の方はもうほぼ散ってしまったので、新潟はどうかなと心配してたんです。昨日は夕方まで雨降ってましたし、でもなんとか幸運にも曇り空でお天気の方もなんとか持ち答えてくれてますので、ともかく早く高田城址公園の桜見に行きましょう。では今回の旅も早速始めていきます。現在地高田駅がここですね。そして帰れてこんな感じですか。目指すは高田城址公園。そしてこの上越通りもすごいですね。桜のイラストがびっしり。ここからここまで桜並木が続いていると、そういうことですね。楽しみだ。高田駅の駅前なんですけど、だいぶ寂しくはなってるんですけど、それでもなんか期待感が高まるような桜の花たちですね。なんとか間に合った感じじゃないでしょうか。あそこにはなんかホテルもあります。高田城はあの方角に行けばなんとかたどり着けるらしいので。新潟でも初めてなら、上越市の高田に来るのも初めて。全く勝手が分かりません。だからこそ逆にワクワクします。どんな風景が僕を待ってくれているのか、その予想がつかない展開がすごく面白い。その予想がつかない展開がやっぱり旅物の醍醐味だと思うんですね。高田公園、この方向でなってるみたいです。とにかく歩いてみれば街の良さは分かります。司令部通りまで 600m、 やっぱり合ってましたね。ここには多分新潟で大きい銀行なのかな。あ、銀行がありました。大行銀行なんていうんですかね、ありました。喫茶アジサイ、時間があれば立ち寄りたかったな。高田には3時間も滞在できないんですよね。おお、すごい、見てください、この桜たち、まさに満開。駅から歩いて300メートルのところに病院がありました。結構大きい病院じゃないですか。名前、知名堂病院だそうです。さっきからずっと、身なりの整った人たちを見かけるんですけど、あ、そうか。今ちょうど入学式のシーズンですもんね。もう何年前の話だよって感じなんですけど、年を取ったな僕も。というわけでまた新しい看板が見えてきました。ちょっと大変だ、大変ですよ、キャリーケース持ちながら。で、これが青田川散策の道だそうです。高田駅で見た桜並木ってこれのことだったのかもしれませんね。あー、綺麗な川だ。そして向こう側にはまだ雪をかぶっている山々があそこにあります。桜とのこのコントラストがもう素晴らしい。最強すぎる自然の芸術を見ました。これが普通にあるんですから、高田城はどんな風なんでしょうね。ほんと楽しみだな。観光会の会場こっちで良かったです。はい、初めての土地、全く土地感ゼロなんですけど、なんとか合ってました。ぼんぼりも見えてますね。ぼんぼりが見えるということはイベントごとがあるっていう証拠なんで、行ってみましょう。でもやっぱりちょっとずつ桜の時期が終わり始めてますね。
上越教育大学附属小学校だそうです。桜が綺麗ですね。そして桜に映える校舎だと思いました。本当綺麗な校舎だな。あれだと思いますね、警備員さんが立ってるから多分ここだ。多分あれ蓮池じゃないですか、今枯れてるけど。やっぱりここだ、高田城着きました。この証拠に案内看板に高田城三重櫓って書いてあります。そしてその背後にもやっぱり桜。あー来てよかった。でもね、まだこんなことで感動しまくってちゃいけませんよね。ここだけでもこんなに桜の花が綺麗。花びらの絨毯、桜の花が舞い散ってますよ。そしてね、多分あれ妙高山なのかな、妙高山っていう名前なのかな、わかんないけど。すごいですよこれ。ほんとね、日本海側の桜本当にすごい。で色がね、やっぱり冬の厳しさ体験してるから、ちょっと関東ともまた違う色合いなんですよ。完全に散ってしまって葉桜になっちゃった桜もありますけどね、それでも全然綺麗。あそこにね、朱色の橋があるので、あれを渡って高田城にの中に入ります。西堀橋、西堀橋に渡ります。お堀の様子こんな感じですね。遠くには本当にまだ雪化粧した山がある。そしてこの桜、桜の名所いっぱいあるけど、雪と一緒に桜が見られる場所そんなにない、そんな気がしますよ。ここをくぐって中に入っていくみたいです。向こう側、上越市の歴史博物館があります。今年の高田城址公園の観桜会には例年とは違うルールがあるそうです。それは旅店が出店してるんですけど、公園内での飲食は感染症対策の観点からご遠慮くださいということで通達が出てます。旅店で何かテイクアウトのメニューを買ってもここでは食べないでくださいということですね。森が見えましたよ。三重櫓こっちです。行ってきましょう。いやーもうすごいな、すごい、あすごい、もうほんとすぐ近くで見えた。いやーほんと三重櫓がほんとすぐ近くに見えた。いやーこれは絵になるな。いやーすごい、クレープ屋さんがあります。仕事乗り場、あここでボートに乗れるわけだ。これね、あんまり映しちゃいけないのかもしれないけど、ちょっと痛ましいのを見ちゃいました。多分これ水難事故があって、それで亡くなられた人の供養をしてるんですよね多分これ。ああ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、安らかにお眠りください。これですね、すごいな。桜の花がちょっと寂しい状況になってますけど、これは絵になるな。ちょっと登ってみます。櫓から見える景色見てみたい。ここには高田藩の歴史が書いてありますね。見てください、最初の城主松平忠輝です。石高60万石。ちょっとそんな悲しい物語もある高田城なんですけど、
恐れ入りました。高田城の三重櫓上がるには310円かかります。歴史博物館とセットでいくと510円なので、みかん共通券購入がおすすめだそうです。俺の段取りはしていなかった。というわけで、ここから桜と一緒に三重櫓を眺めて僕は撤収します。人が若干多いのでなんですけど、この界隈露店がいっぱい出てます。冒頭でちょっと話しましたが、今回この公園内で飲食することは禁止なのでいっぱいですけど、やっぱりこういう楽しい時に縁日の屋台本当にいいですよね。たこ焼き屋さんがある、ちょっと買っていきます。先ほどのたこ焼き屋さんでたこ焼きいただきました。5個で600円、屋台クオリティであればまあ妥当な金額だと思います。ちなみに今回ここの屋台で1000円のバジェットで組んでみました。あと残り400円、400円で何か美味しいものをゲットできるでしょうか。やってみたいと思います。これなんかいいんじゃないですか。唐揚げ、しかも唐揚げの小400円、良さそうじゃないですか。買っていきましょう。先ほどの唐揚げ屋さんで唐揚げの小いただいてきました。これが唐揚げの小です。公園内で飲食やっぱりできませんから、先ほどのたこ焼きとこちらの唐揚げ、また別の動画でレビューしたいと思います。今日富山で一泊しますからね。今回の動画いかがだったでしょうか。この動画面白いと思っていただけたら、コメント高評価チャンネル登録お願いします。桜満開の高田城址公園からお別れです。最後まで見ていただいてありがとうございました。